あ、ここですか。ここです。湯沢が誇るすごいオランダ焼き屋さん。ハムとマヨネーズ入りって書いてある。オランダ焼き？どうも。こんにちは。お客さんお連れしました。こんにちは。もともと八百屋さんだったというこちら、高市製菓店。オランダ焼きが話題となり、今ではおやつの専門店になったんだとか。早速オランダ焼きを作っていただきました。生地の上にはハム、さらにその上にマヨネーズ、生地には少し甘みを加えた特製のものを使っているそうなんです。湯沢名物オランダ焼き、生地の程よい甘みとマヨネーズの酸味のバランスが絶妙な B 級グルメ。おっと、危ない。この皮の香ばしさとで中のそのマヨネーズが来て、でハムが、いろんな味がこう口の中で巡るのでこう、これはなんか新しい感じでしたけど、はい、うん、美味しいですよ。すごい、あの具がね、ふっくら、ね、してる感じが。なんでオランダ焼きっていうんですか。そうね、オラン、まあ、30年ちょっと前に始めたんですけども、こうあまり聞かれるもんですから、うん、なんでオランダ焼き、はいはい、それでちょうど作るときにあのハムを交互に乗せる、あ、四角、うん、三角のハムを、うんうん、そう、ちょうどあの風車みたいなイメージで、あのオランダの風車をイメージして、オランダの風車の羽に似せたハムの形からオランダ焼きと呼んでいるんだそうです。じゃあ風車っていうのはそのオランダっていう名前から、そうですね、こうをインスピレーションもらって、そのハムをオランダの風車っていう、ね、風車のようなこう三角、ああそういう交互に乗せて三角をね、それこう、星みたいに。 そしてトッキーさんのおすすめをもう一品、バナナをそのまま丸ごと衣をたっぷりつけて揚げていきます。バナナ天。砂糖で味付けをした衣を使うことでバナナの甘みがより引き立つんだとか。あ、美味しい、これ、うん、あ、酸味と甘さが、うん、衣がちゃんとしっかり味ついてるんで、うん、なんかこうちょっともちもちしてて、で外側のこうカリッとしたところですね、なんかその油っぽ、ぽさも全然ないし、うん、なんかすごくこうスムーズにこう入っていっちゃうからなんか、そうそう、なんかもう一人で、ね、新しいですね、2、3個ぐらいはね、いけちゃう感じで、いけちゃいますね、これも、うん。